点が最も少ない鉄壁のディフェンスを誇るのが王者ワイルドナイツ。最も得点力の高い破壊力満点の攻撃がこのスピアーズ。さあ究極の矛盾対決、頂上決戦、いよいよ決勝戦です。オレンジのジャージがはたくようにしてボールは王者ワイルドナイツ側へ。青いジャージが王者埼玉ワイルドナイツです。ここで一つ稲垣を縦に入れますが、がっちり受け止めたのがルアンボタ。松田力也のキックです。フルバックのバンデンヒーファー、マキシを走らせます。高いキック、落下点どうか、間に合いそうですよ。後ろに落として、もう一つ後ろノック、2回目がノックオンです。そうですね、やっぱ今日割と、まあ、割とお互いキックを使っていくと思うんですね、はい、でワイルドナイツも最初からこうどんどんこう全開でいくタイプじゃなくて、やっぱゲームしっかり落ち着かせながらいくタイプのチームなんで、うん、はい、今のこうわざと落としたのってうまかったですよね、あれ抜けるところでしたよね今。あ、なるほど。ちょっと今ので判断つかなかったですけど、あえてやったのか。さあそして注目のファーストスクラム、オレンジのジャージスピアーズボールです。今日は1番に上森、マークス、北川、青いジャージが手前から稲垣、坂手、バル。日本代表の一列でもありますワイルドナイツ。準決勝で早々に開始5分に開始クォーターをヘッドインジャリーで欠いて、今日は1番上森陽太、4月で2年目に入るルーキーが1番を背負います。手拍子がこだまします。国立競技場、ここ動きません。谷口からボール出ました。キャプテン縦に突進、デアレンデが抱える2人がかり、ボシへと、なんとか出てきそうです。ボシ来た。そうですね、藤島さん、そのセンターのところの対決も楽しみですよね。うわ、激しく福井が絡みついてきます。奪った、取りました。福井翔太、しかし取ってノックオンです。取ってノックオンですね。中田さん、福井選手も全試合出てるんですね。いや、そうなんですよね、まあ、こうプレー時間はね、いろいろコントロールされてますけれども、うん、怪我人が多い時もね、彼はずっとこうシーズン通してプレーしていましたね、うん、で今日さっきボーシェが絡んでましたけど、ボーシェとワイルドナイツのボーシェとマルコン・マックスですね、スピアーズのこの2人のこうジャッカル合戦も今日面白いところです ですね。さあ早くも2回目のスクラムです。これもスピアーズボール、先ほど安定してましたね、藤田さん。それしかしいい位置ですよ、谷口少し引っ張って、さあポーリーが裏へ転がしていきます。追っていくクロッティ落ち着いてます。こちらも野口、左足向き、もう長いか、あ、渡してしまった。ステップ踏んでファンデンギーファーから強い人、ルパフィナウ、頭越しのパス、また福井が結果奪った。あれがね、普通のチームとつながるけど、うん、ワイルドナイツはカットするってよくありますね。突進したのはデアファー、またしかし自陣深いところ、ここはチャンスになります。ピアーズ、村上さん、でも立ち上がりからスピアーズは敵陣で戦えています。そうですね、そこ一番大事なところだと思うんですけど、ただまあワイルドナイツもその一旦もスペースを見つければ一気にね、うん、自陣からでもいける総力を持ってますからね、そこは油断できないところだと思いますけど、キープザギャップリーズ。あとディフェンスのディフェンスのやっぱこう危機管理能力がワイルドナイツ全員が高いので、うん、なかなかスペース開かないんですよね。今の野口選手の まさにそうでしたね、はい、動きが。さあ最初のラインアウト、スローイング前から2人目に合わせます。205センチのルアンボーター、そして最後尾、この人動くかどうか、ここまず、まあ、フォワード真っ向勝負と話していたのが青いジャージの坂手、ゴール前じゃなくて中盤のあたりで押すのは非常に今日大事だと思いますね。おスピアーズ先頭が末永、グラーマークス持ってます。これも単体で戦える人、谷口、内側もいる、キャプテンだ、いいタックル、マークアボット、ショートサイドまでは手前、またフォーリー、自分で裏に半身出ます。さあ谷口逆サイド、青木、うわー、しかしいいところ、帽子が来た、いました、名人、ジャッカル名人のラクラン帽子、
ちょっと隙見せると確実にボールに絡んできますね、うん、まあ、ニュージーランド国内でもこのターンオーバーに関してはもう本当に第一人者、うん、まあ、世界一上手い人って言ってもいいくらいの、ワイルドナイツ2シーズン目になるボーシェです。オールブラックスのセレクション、いわばセレクションポリシーに合わないんでなかなか選ばれず、まあ、日本を選んだということですよね、うん、立ち上がりから、しかしワイルドナイツ陣内でのゲームは続いています。ここワイルドナイツボール自陣です。キャプテン早くもこう出血がありますか。あ、本当だ。でしょうかな。坂手敦史本人が気づいてない節がありますよね。間違いなく気づいてないです。アボット、さあ朝一、この人今度は福井に渡ります。まっすぐ受け止めて押し返すテパフィナ、内田、松田力がハイパント、これ短めのキックです。さあ追いつけるかどうか。ハンデンヒーファー、ボール落とした。こちらも落として、最初のノックオンはスピアーズ、ハンデンヒーファーでした。まあ、反則、そしてこのミス、このあと、ちょっとすれ違った。でも野口がボール叩いてますね。やりますか。なんか仕事してますね。ここですね。これがワイルドナイツですね。山口さん、先週も素晴らしかったですね。いや、素晴らしい。今本当に日本で一番いいフルバックだと僕思いますけどね。そうですか。さあ、これで初めてワイルドナイツボールのスクラムになります。3度目のスクラム。スクラム、さあスピアーズ、ここは安定しています。ワイルドナイツ、この人デアレンで、まあ、小島さん、ここまでもこの人をまず立てます、ね、まあ、そうですね。スリングボックスもこの人を立てます。さあ野口が入ってきた。ライン参加、コロインベテには渡らない。お客さんもよく分かっていらっしゃいます。コロインベテに渡りそうになってうわっと湧きました。アドバンテージ見てます。寝たままのプレーがありました。スピアーズ一旦手をついてたんですね。さあどうするか。ここはタッチキックか。今みたいなこうワンプレーワンプレーだって選手がこう話すんですよね、うん、これじゃないですか。そうやってこう修正していく。そうですね、村上さん、やっぱり対応力か修正力ですもんね、一番の。はい、そうなんですよね。さあ初めて敵陣深く入ってきた王者ワイルドナイツ、ここで取るのか。おー、いいディフェンスを仕返していきます。オレンジのジャージ入ったところですぐ離す。デアレンデ、南アフリカ対オールブラックス。あー、ボールはマークスでした。あーっと、ノックアップ、こちらにもミスが出た。さあどう脱出するか。立川キャプテンです。低い弾道のキック、これはコロインベテロータッチ、走るかな、来るか、来ますか。さあサイクロン早くも炸裂か。今オレンジのジャージのところに突っ込んでいきました。ボール出てきた内田、さあ松田落ち着いている外からかぶっています。丸浅エリア、1つポイント、順目に離す。松田キックしましたね。あ、いい反応。ハンデンフィーファーよく戻って蹴り返す、これはタッチです、うん、福島さんどうでしょうか。まあ、非常に見応えがある今、うん、攻防でしたね。ひとまずスピアーズしのぎました、はい、でやはりこうどちらが疲労しているかというと、この準決勝戦い、うん、その日程を見てもスピアーズだと思うんでね、まあ、できれば最初にこうスコアを取っていきたい、はい、先週土曜日準決勝はこちらワイルドナイツ、日曜日がスピアーズでした、うん、あ、そうか、だからスピアーズは日程は有利なのか。あれ違います、ね、逆です。そうですね、スピアーズの方がこう中少ないですね。あ、そうそうそうですね、はい、だからしかも壮絶な試合だったんで、でしたね、明らかにこう、精神的にも肉体的にも疲労があったスピアーズ、でワイルドナイツはそれ知ってると思うんで、そして木田晴斗、ちょっと今ね、ノットローラウェイ取られちゃいましたね、うん、の体開くのが相手側に行ってしまったので、うん、あれ横に開かないといけないですね。ショットですね。本当に勝つためのこう、そうですね、これはまあ正しいですけれども、スピアーズはちょっともしかしたら攻められた方が嫌かもしれないですね。なんとなく
最初にこう取られてしまうとちょっと、うんうんうん、松田選手はこのプレスキック非常に今あの成功率高いですけども、ええ、この手を上げる肘がるポイントらしいですね。へえ、どちらもですか。これからちょっと手をヒュッと上げるんですけど、ちょっと松田選手映していただくと。あ、そうですね、はい、あ、これ、はい、であと右をちょっと肘やる、あれがあれでなんか修正するみたいです。今季は70分の61、なんと 87.1% のキック成功率、そして準決勝も8分の8、しかし右にそれました。点動かず。このこういう風に外したらあの手をちょっと修正するんですよ、だからあの毎回こう修正点があるので、ミスしても連続してミスしない。なるほど。って言って今日連続してミスしたらすいません。まあでも今ね、村上さん、みんなキック成功率高いの知ってるんで、外れたらちょっとどよめきましたね、はい、これでもワイルドナイツまだチャンスじゃないですかね、これ。ああ、そうですか、ドロップアウト、まあ、スピアーズのドロップアウト、ワイルドナイツボールになる確率が高いところ、誰でしょうか。デアレンで上森崎攻めたら、うん、チャンスなんです。マーク・アボット後ろを通して、ここでハイパントキックです。さあ、マリカ・コロインベテ、ちょっとキック長すぎました。ここはライン際ギリギリでしたが、ここダイレクトタッチキックでスピアーズボールラインアウト。これはスピアーズ助かりましたね。今こう連続攻撃されるとちょっと嫌な雰囲気だった。手前がフラン・ルディケヘッドコーチです。スーパーラグビーのブルーズを優勝させた監督でもあります。2度優勝経験があります。この南アルカの選手がこう軸になっているというのはやっぱりルディゲさんがいるからというところがありますよね、うん、青木キャッチしました。すぐ剥がれて末永からこの左足のキック、谷口でしたバウンドしそうです。どっちに入る、入った、谷口オフロードつながるクロッティ、さあいいところにいました。さあ左ハンド、ディアイバステップ一つ内に踏んで、しかし取り切れず。さすがのワイルドナイツ、カバーディフェンス痛んだ。頭打ったか、木田大丈夫か、うん、オッケー大丈夫、チョキ見とくね、うん、心配ですね、ちょっと頭打ったですか。フラフラしてるようにも、頭なのか足なのかちょっと分からなかったですけど、まあ、でも藤原さん見応えあるシーンでしたね今、まあ、そこ明らかなトライ狙いに行くところはこの人らしい。そうですね、で実際こう惜しいところまで行きましたね今。ただ戻ってきたのがワールドクラスだったんじゃないですか、コロインベテと惜しい、うわ、うん、頭打ってますね。このあと後頭部打ってます。あ、これちょっとガッチェック、あ、大丈夫なんですか、チェックするかもしれないですね、うん、はい、ちょっと足がふらついているようにも見えます。まあ、レギュラーラウンドベストラインブレイク、レストラインベストラインブレイカーでした、23回。しかし今コロインベテのカバー、やっぱりあれは世界のでしたね、ファインプレーですよね。最後こう押し出しながら、こう自陣でマイボールキープしましたワイルドナイツ、どう脱出するか。木田選手がまだ戻れないんですね、多分今14人ノーシュートチェックするんじゃないですかね、おそらく。ここは一旦22メートルラインからは脱出しました王者ワイルドナイツ、スクラムハーフの内田圭介、4月で10年目に入ります。ここで代わってバイレア選手が代わって投入されそうです。そのヘッドインジャリーチェックの間です、ね、うん、でもあそこでコーナーめがけていくところがすごいです、そうですね、普通ねあれだったらちょっとディフェンされそうだから一、うん、回ポイント作りに行きますよね、うん、そうです、あそこで行き切ろうとして、しかも行き切りそうだったのが、木田の凄さだなと思いましたね、
代わってバイレアが今フィールドに登場してきます。これ12分間、最大12分間のヘッドインジャリー、脳震盪のチェックの時間になります。バイレアも本当のユーティリティープレイ、フォワードもできる、はい、日体大の時ナンバー8が出ましたね。日体大が躍進した時の中心選手、最後キープザギャンブル。さあここ22メートルラインにはまだ届きませんが敵陣です。マークスのスローショートラインアウト、ここは205センチ合わないところですが、転がってきたのがオレンジのジャージ側、ルパフィナウ来た、福井手前には選手はいません、奥でした。ルアンボタ、まあ、今日もブルブリンク、さらにはラピス・ラブスカフには欠場しているスピアーズ、非常にボタの仕事期待されるところですね。はい、ファンデンフィーファー繰り返す、ディフェンスかぶってきています。深いパス乱れた、根塚が捕まる。南アフリカ代表と日本代表の2人、うまく球生かしましたね、柔らかい裏コントロールされたキック、バウンドさせます。ここは絶対切らなきゃいけない、長田のキックでした。ファンデンフィーファー、さあ蹴り合いになります。ここも高いキック、自ら打っていきます。野口、外に出てか、これはダイレクトタッチキックになりそうです。今日はファイナルのミス出ますね、やっぱり、ね、ファイナルの緊張感あるんですね。ミス、ノックオンもあります。ロビー・ディーンズ監督9シーズン目、ホラニーコーチ、さらには木川コーチの顔もあります。ただうまくいかないことにを我慢するっていうのもまたワイルドナイツ得意なんで、ここはクボタスピアーズ船橋東京ベイはここはスコアしたい時間帯、ね、しておきたい。ここからこう22になってどうやって入っていくか、まずはキャッチしましたマキシでした。この辺の位置からモールを押してもいいと思います、ね、ボール前はもちろん相手警戒してきますけども、前は崩れた、これ飛び込んでくる福井、これアタック難しいですね、フォワードが今目に倒れてる、キャプテン身を挺して突進、うわ捕まえた、内田いい反応、内田そして奪い返したキャプテン、坂手が滑り込みながらキープ、チャンスチャンス、さあ回ればチャンス、デアレンでオフロードパス繋がったライリー、まだ野口がいる、さあ滑り込んでくるには渡らない、ちょっとパスが後ろに流れた、サポートが浅かったか、村上さん続きます、ね、珍しいですね、このミスが続くのは。今内田のいいねプレッシャーからのアタックでしたけど、確かにワイルドナイツにもミス出ています。ここでしたね内田、その後飛び込んだのがまたキャプテンでした。あ、ここのライリーのパスがちょっと後ろ行っちゃったんですね、ちょっとこう引きつけすぎたんですね、こう引きつけるところにこう気持ちが、あそこでスクリューパス使わなきゃよかったですね、あれポンと浮かした方が、スクリューパス前走りながらスクリューパス使うときって結構後ろ行くんですよ、そして結果またスピアーズボールスクラムになります。これおっとマイク崩れる、こういう時にレフリーがどう判断するか、今日一つの焦点。滑川武人さん、もちろんこう決勝のホイッスル初です。立川キャプテンもマークスと坂手選手のこうマッチアップのためだって話してました。オレンジとブルー、さあ出てきました、またキャプテンだ、話してました、このボールオフロードはさせない、ディアレンデだった、させないですね、あそこノットローラーウェイ、ディアレンデ、これペナルティアドバンテージもらってます、富田ドロップゴール狙ってきた、ちょっとショートか、決まるかどうか、左にそれたようです、しかしアドバンテージが出ているところでした。まだ両チーム無得点です。17分回っています。ジャパンラグビーリーグワン 2022-23 の決勝戦です。今ノットローラーウェイになりましたけど、ちょっと左にそれましたね、ノットローラーウェイになったけどデラレンデがタックルしたからトライを止めたって感じしましたね、今そうでしたね、はい、ごめんごめん、あそこやっぱオフロード止められるんですね、このクラスの選手は、まさにこ
このビッグゲームで先ほどはコロインベテがカバーディフェンス見せて、で今は、デアレンデ、さあペナルティーゴールを狙います。このキックの成功率という意味ではワイルドナイツの松田選手の方が成功率は高い。こちらフォーリーはリーグの得点王でありますが、キック成功率自体は97分の76、 78.3%、 松田選手は 87.1% です。オーストラリア代表76キャップ。準決勝戦はプレイヤーオブザマッチに輝いたこのフォーリーです。彼のルーティンはこの左手を伸ばして、先週は6分の3でした。ここしっかり決めてきました。先制したのは初の決勝進出、オレンジのジャージスピアーズ船橋東京ベイです。3対0、時計は19分回っています。エリア自体もワイルドナイツ陣内での戦い長いですね。そうですね、今のところうまく戦えてますけど、これはあとは消耗がどうかなので、できるだけこう消耗しないようにスピアーズも戦いたいんですけどね。村上さん、そのスピアーズ先週のゲームどうでした？スタミナ。いや、最後ちょっとやっぱり走れなくなりましたよね、ですからやっぱりちょっとそのワイルドナイツ、サンゴリアスに付き合っちゃった。ああ、なるほど、はい、やっぱ彼らの強みになるフィジカルのところもちょっと出していきたかったですよね、うわチャージ。これはおっと手につかないクロッティ自ら出て、さあワイルドナイツチャージからチャンス。ちょっとモーションが起きたところですかね。あそこは内田選手でしたか。チャージ見事。先ほどはスクラムハーフ谷口に対してのプレッシャー、非常にこう気合入った顔してますね。結構フォーリーはこうやってゆっくり蹴るんで危ない時多いんですよね。ありますよね、はい、フォーリーはもちろんアラビーズもこれだけのキャリアがあるんで上手に決まってるんですけど、時々インターセプトされるパスとチャージダウンされることがありますね、まさにそれが出ました。相手の、まあ、ミスというかチャージされた部分から得点に結びつけるか。ワイルドナイツ前崩れます。ここはスピアーズ来ました。右手を高々と上げたのがマキシ、そしてトゥパフィナーやりました。1番上森、福島さん一つポイントですね。あれが本当にどっちにこうジャッジがいくか。もちろんレフリーにも確固たるこう基準があるわけですけれども、まあ、ワイルドナイツの左側がこう落ちているのが映像では捉えていました。さあピンチ一旦脱出します。しかもまだマイボール。こちらです。ああ先に一番が落ちちゃったんですね、稲垣のところでした。まあ、問い目はこの人、北川健吾。この人も実力あるですね。しかも両方組めるんですよね、スクラムを。要するにこうスピアーズのスクラムって力のあるプロップがあまりにも力のあるマークスについていくようなスクラム。でついていく人も強いんですよね。今2メートル5センチと2メートル6センチ。またここでペナルティが出ます。アボット、そうですね、あのジャンパーがスピアーズ側の方にグーッと入っていったっていう反則ですね、オフサイドの。それによってまた自陣深いところから脱出できそうです。スピアーズ、これちょっとワイルドナイツ珍しいですよね、反則ミス、そうですね、繰り返すっていうのは。ルード・デアハ、さあここはゆっくりセットします。そうですね、スピアーズもいつも通りあのサンゴリアス戦最後振り回す14人の相手にちょっと走り負けたみたいな印象あるんですけど、そこ気にしない方がいいですね。あれはサンゴリアスが怪物的フィットネスを持ってたと割り切ってあんまり反省しないで自分たちのゲーム敵陣に入って取って帰ってくる、取るべき人が。うわー、奪い返した。オイジャージ福井を捕まえましたね。しかしマキシ、しかし青いジャージが集まってキープ。ここは内田の位置でキックのようです。さあどこに落としてくるか。
ちょっと思った狙いにならずダイレクトタッチキック。今チャージに行った選手聞きましたね。さあバイレアクイックあるか。ボタでしたねチャージ。あーボタがチャージしそうでしたけどね。でしたね。それちょっとありそうですね今日のゲームチャージが。そうですね、ちょっと今なんか内田選手をカバーするような選手もいなかったので、ややちょっとディンズさんの顔もちょっと今日おかしいなって感じでしょうね。で結果マッタスピアーズがチャンス、敵陣深いところ本からこう長いスローだ。さあどうか反応してます。離したボール繋がった、いいスピード走り込んできた。クパフィナウ、しかし福井抱える、立ってます。ボール見えた、クロティ戻して、クロティ、久保田でのゲームはこれが最後になります。誰に話す、いいところ顔出してきました、サイズあるファンデンヒーファー。反応分かりやすかったですね。ただワイルドナイツは攻撃焦んないんですね、ラインを保って、穴を作らなかったら誰かが必ずいい仕事してくれるっていう、しかしこれビッグゴー、ミス始めてます。さあ取りつかない、こちらにもミスが出た、最初のノックオン、オフサイド、オフサイドがありましたか。ワイルドナイツにオフサイドがありましたのでスピアーズボールはまだ続きます。アドバンテージ見てました。密集サイドの周辺はつくべきだと思いますけどね、スピアーズは。はい、どっちかというとワイルドナイツは散っていくディフェンスなんで外に。なるほど。さあここはどうするか、正面ショットですかね、狙います。まあ、でも村上さん、また結果的にはペナルティを犯してそれを得点にできそうなシーンですもんね。そうですね、これで3点3点刻んでいく。あ、大丈夫そうですね、気が戻ってこられそうですね。このシートのチェックをして、もう、はい、いけるという判断を、まあ、ドクターもしたということですね。負けん気という生き物のようですね。顔がもう物が強気を物語ってますね。最終節ライン際で松島選手に向かってってぶつかったシーンが、なんかそんなの分かりましたね。はい、強い相手が目の前にいたら絶対勝負するみたいなタイプですよね。ファイターですね。空手の世界チャンピオンです。そうか、小学生時代ね、極真会館のジュニアで世界一になったんですってね、まあ、国際親善大会と思われるんですけど、まあ、いずれにしても実力者ですね。ですね。1学年は那須川選手の、はあはあね、さあ25分です。ペナルティーゴールを1つ追加しました。初めての決勝進出となるクボタスピアーズ船橋東京ベイです。と同時に木田晴斗はヘッドインジャリー脳震盪のチェックをパスして帰ってきました。空手は片足で立つ時間がある、あれが生きてくるんですね。はあ、なるほど。そこで体幹がぶれない、ね、村上さん、しっかり目を開けたまま最後までプレーするっていう。そうですね、空手の選手は最後まで見切るんで技を。あ、なるほど。タックルの時とかも最後まで目を開けてるっていう。面白いですね。東海大大阪仰星高校の岩佐監督が言ってましたね。そうですか。で、大阪選手も空手やったんですよね。大阪選手もそういうとこあると思います。面白いですね。はい、これナイスタッチキック。空手家が激突するわけですよ。そうですね。で、ね、逆の根塚選手はバドミントンやってて、バドミントンはバランス崩したときにすぐバランスを立て直さないといけないっていう訓練を、まあ、ずっとしているので、だからすぐタックルの対象になるとか、そういうところはだから他の競技の経験生きてる2人ですね。バドミントン最速のスポーツですね。そうですね。シャトルが。さあここは強い人、手立てていたのライリーの方でした。ボールが乱れた、ノックオンです。ここも出た、ちょっとらしからぬワイルドナイツ、ボールキープできずです。しかしまだシンプルではなく威力ありましたね。でしたね。この2人の間を最後コントロールできずでしたが、あそこに稲垣が来てたんですね。ハンドリングエラーは5と4、多いのがワイルドナイツの方です。ですからこの位置でスピアーズボールスクラム。さあここまた注目されます。スクラム前半27分回っています。手前サイド、キャプテン転がしました。木田がいる、蹴り返す、ボールはどっち、オレンジに入った、クパフィナウ、パス乱れて結果入ってます。ノックバック、ルアンボタ、うわ来た福井、しかしボールはキープ。どうするキャプテン、柔らかいキック、マウンドして木田に吸い込まれた。木田と長田、
さあアドバンテージあるかもしれませんが、まだ続いています。スピアーズ攻撃、後ろ戻した。さあ面白いところ、自分で行く、孤立する、襲いかかる青いジャージ奪えそうです。アドバンテージ見てます。もっと早いスタッフから青木、苦しい時間帯、苦しい時期、青木が引っ張りました。しかしノックオンを誘ったタックル王者マークス、たまらずノックオン。いや、今のもどうだろう、3点入れといてもよかったですよね。今確かにスプリングボックスが今2人映ってますけどでも何度も密集で福井が仕事してます。あ、福井だ、福井、あその後でヤハがボール取ろうとした。あ、まあ、全試合出場はワイルドナイツ1人だけ、福井翔太だけです。待て、うん、村上さん、先ほどペナルティーゴールになったっていう話もありましたね。そうですね、なかなかね点の取れない相手なので、うん、入れられる時には入れた方がいいのかなと思いました、ね、あ合わない、あちょっと惜しかった。これもアドバンテージをワイルドナイツに見ています。これチャンスですね、チャンスですね、そこから運んでいきます。そしてライリーから離させない、いいディフェンス根塚、腕を殺しました。しかしビッグゴー、この人がいる、デアレンデオサダ、珍しい、ファンデンヒーファーの影を見たか。ちょっと痛んでもいます、長田智樹、お腹に入った。ああ、そうですか、まれ通っていたらというシーンでしたが、そうですね、お腹に入ってたか、息苦しくなってるだけだと思いますけども。なるほど、抜いた時うまかったな。でもこの寄ってスッと交代入れたので、ね、ちょっと距離感がなんか、うん、うまくそうですね、掴めなかった感じですね。もうちょっと寄ってきてほしかったのかな。あで、ちょっとこう先ほどライリーもありましたが、引きつけ すぎてるというか、まあ、もうコロインベテだからちょっと早めに渡してサポートしちゃった方がいい気がするんですけど、そうですね、ちょっとこれ見て遅れたのか、遅れたんでどう、ね、どこら辺に出すかなというふうに考えたんですね。長田が立ち上がります、ゲームに戻りそうです。まあ、ワイルドナイツの一員としては初めての国立ですが、早稲田の時は2年生3年生と経験しています。トライもこの場所で取っています。ライナーが、さあ福島さん、今は水入ってますがどうですかここまで。まあ、やはりスピアーズ力あるなと、ただ試合をトータルで考えるともう少し取っておきたいですよね。そうですね、村上さん、いかがでしょう。そうですね、だからさ、あのペナルティーぐらいしっかり狙いながら、あまりこう体力使わないようにしてスコアを伸ばしていきたいんですけどね、やっぱ後半割れたら強いですからね。まだディフェンスがあまり問われてないんですね、こうスピアーズ今日は。ここは乱れた、ちょっとラインアウトがちょっと乱れ気味ですね、先ほどから福井、内田、松田、キックです、ハイパント、ちょっと短いか、飛びづらい、これ取りました、際です。1人目もデアレンデでした。ファンデンヒーファー、そしてすぐ木田立ち上がる、離せなかったか、ノットリリースザボール、誘ったのが14番長田でした。今度はいや、お互いにルーキーがもうワイルドナイツこうやって、まあ、とにかく中盤あたりでこうペナルティーを取って敵陣に行くと、はい、そこから始まるんですよね。そこからこうスコアを取って帰ってくる。敵陣に入りました、ワイルドナイツボールです。まだ無得点の王者ワイルドナイツ、31分になります。両チームトライはありませんが、2つのペナルティーゴールでスピアーズ6点、この中で取ってですぐ走る、ライリーでかわしてみたいなね。でその後デアレンで捕まりながら出す、いやシンプルなラインアウト、サダダ、はい失礼、デアレンでダミー後ろ通した、うん、いタックル、並
7番の末永でした。裏へキック、うん、アウトサイドにかけました。ボールが残ってタッチです。コロインベテ、まあ、先週は途中でも秩父宮の横の壁に思い切りぶつかってアウトして心配されたんですけど元気に登場。そうですよね、もう怪我がなかったので、うん、こう笑って話せるんですけどですよ、ね、はい、ちょっとラインアウトが今日安定していません。3つロストなくしています。うわ、ここも乱れて、ね、なんとか入りましたけれど、結構プレッシャー浴びてますよね。ラインアウトでジャンパーのところに貼られてますよ。グランボタンも自分より高い人とはめったに1センチ高いですからね、本当にそれは大きいんじゃない。ノータッチ。さあまずは野口、ここハイパントコロインベテを追わせます。さあ落下でいいところに落とす、どっち、立川がサポートして、その前オフサイドキッカーの前走ってしまった、掴んでいる。こちらフォーリー、うわ、フォーリーが痛いですね。これここで合ってる、インフロントキッカー13番。ああ戻ってくるクロフィー、いや、グッコー、アキラの前、これはちょっと、うん、これ準決勝で見た目てましたもんね。だからちょっと痛めてるんだと思いますね。まあ、まだそのまま退くという感じではありませんが、33分です。フォーリーが足を痛めました。まだフィールドには残っていますが、ここでペナルティーゴールのチャンス巡ってきます。王者ワイルドナイツ、まだここまで無得点です。先週準決勝は8分の8、1つドロップゴールも決めています。25点1人で叩き出した松田力也、しかし今日のゲームは最初の得点チャンス、ペナルティーゴール外れています。ここは正面確実に決めました。ここでワイルドナイツようやく得点が入ります。まもなく34分になるところ、リーグワン2シーズン目の決勝戦です。今6対3です。フォーリーはまだちょっと足引きずってますね今。この両チームは2003年トップリーグが創設されて以降22度戦っています。埼玉ワイルドナイツ18勝、船橋東京ベイが4勝。昨シーズンはこの開幕戦が実はこの両チームでこの場所で戦うはずでした。まあ、それはコロナの影響でワイルドナイツが不戦敗になりました。それを除けば埼玉が15連勝中です。今シーズン第10節はワイルドナイツが30対15で勝っています。しかしここまでリードはスピアーズ、その足を痛めている10番のフォーリーです。ここはトゥパフィナウ、出血ですね、眉尻のところですね、眉尻でしょうか。トゥパフィナウも4シーズン目です。まあ、ホンダキャノンを経てこのスピアーズの一員になっています。もう33歳。フィナウのディフェンスがいいですよね。ですからなんとなくこうトンガからの選手はボールキャリアとしてね、活躍するイメージですけど、彼はディフェンスがタックル数がすごい選手なので、そう、中さん実はねラピースラブスカにはいないんですもんね。そうなんですよね。この中で、まあ、ラピースとブルーブリンクは怪我しているの痛いんじゃないですかね。空が少し明るくなってきました。短いキック考えてきた。そしてこの人なんかこうボールを持つと彼がワクワクする。しかしここは北川健吾、谷口から足痛めていますが我慢して今離してマックス、うわ難波同士スプリングボックスの激突、キックです。裏キック頭の上越えていく。さあバウンドできるかどうか。おバウンドしてタッチ、すごいコントロールですよ。足痛めているフォーリーのキックでした。まあボール1個分ぐらいじゃないですかね。おお、まさに
今日厚い雲に覆われている空、ナイターがもうゲーム始まる前から明かり入っているんですが、太陽少し明るくなってきました。上空ラインアウトは全てキープできています。今日松田のキックノータッチでサードをする、足を痛めているドロップゴール、さあホイッスル聞こえるかどうか、ショートか、おお当たってまだゲームは生きています。野口2回ずざわついています。まだ国立、そして点々としますがなんとか戻りました。この人ロングキッカー、ハイパントもある、高いキック、落下点には木田がいる、木田と松田、後ろに落としています。ノックバック、こういうのをこう反則せず乗り越えて、ボールは来ました、スピアーズボール、木田笑顔だから、うん、もう何もできる。ファンデンヒアのハイパントが対空時間長すぎますよね本当ですね、はい、これさでも村上さん、本当に木田はどこだって見てしまいますよね。そうですね、こう体から発散するエネルギーが本当に、体ねそんな大きくないですけど、大きく見えますよね。178ぐらいですよね。176ですかね、か90キロで、結果これで得点チャンス、ペナルティーゴールを狙います。まあ藤間さん、あのハイパントからでしたもんね。まあそうですね、まあ、あれぐらい高いとやっぱり威力ありますねあの屋根付き競技場の時に実験させる選手ですよね。なるほど、当たるかどうかさせなきゃいけない選手そうか、思い出すと前回のワールドカップのフランス大会の時、エルナンデスってね、選手がこう屋根ぐらい行ってるんじゃないってありましたけど本当に外から見えたぐらいのね、はい、さあ前半は残り3分ほどになります。今6対3、3点リードのスピアーズ、これ決めて再びリードは6点となります。初の決勝進出のスピアーズ、王者ワイルドナイツ相手にリードを保っています。根塚、まあ、根塚もヘッドインジャリーがあって心配されましたが、準決勝から元気に登場。スタート、長い、長すぎる、珍しいですね。さすがのロビー・ディンズさんもちょっと表情がやや怒ってるかもしれないですね、ちょっと表情を読ませましたね、まあ、ロビー・ディンズさんはもうそのアドバイザー的なことから含めたらもう20年近くこのワイルドナイツに関わってきて、本当にこのチームを作ってきた方なんで、山陽時代からカンタベリー州と、ね、交流がずっとあった。そうですね、あの宮本勝美さんが監督になった時、ね、にあのカンタベリーに彼が行ってロビー・デンさんにいろいろ教えてもらったって言ってましたね。このスクラム頑張ってます。手前走り込んでくる2人いる、フラットなパスで来た、ここは繋がらなかった、タッチに出ます。ちょっと長田を意識 しましたかね今パスがちょっとこう生きてなかったですね今。こうフラットで長いパスでしたが、ちょっとこうお辞儀するような感じでした。やっぱり足が痛いとパスにも影響出ると思うので、正面に立っていたのはこの人でした、長田。と、まあ、に4月で2年目に入る、早稲田のキャプテンだった14番長田、ワイルドナイツで、そして立命館大のキャプテンでした木田晴人、うん、まあ、ごめんなさい、いや、どうぞどうぞ、まあ、新人賞の有力候補の2人、ね、木田が大股で抜く、うん、長田小股で抜くんですね、すり足で。なるほど、ここはワイルドナイツボール、走り込んでくる2人目、なんか連続攻撃した取れそうですけどね、まだそういう場面がないんですよね、うん、珍しくミスをして。確かに前半残りが20秒になろうとしています。ここでキックを使ってくる内田です。うわがプレッシャーをかける、長田と木田外した、まあ、横っていう判定でしたね今ね、この前から、前じゃなくてボータ、これ
205センチと206センチが引くタックル、ラストワンプレーです。さあここでゲームを切りました。村上さん、前半印象どうでしょう。いやー、緊張感ありましたね。ただやっぱりその緊張感があるゆえなのか、ミスがワイルドナイツにたくさん出ているのがちょっといつもと違うなっていうね。藤島さん、いかがですか。ただ今みんな考えているのは、このままではいかないだろうってみんなが思ってますよね。 そこを後半最初スピアーズがどうするか、うん、さあ緊張感満点のリーグワンのディビジョンワン決勝戦です。前半を終えて9対3、クボタスピアーズ船橋東京ベイが埼玉パナソニックワイルドナイツを6点リードしています。しかしまだ両チーム前半はトライがありません。まだまだこれは序章のようです。どうぞ後半戦もご期待ください。ラグビーワールドカップ100戦の放送のお知らせです。9月8日に開幕を迎えますラグビーワールドカップ2023フランス大会をより楽しんでいただくために、過去のワールドカップの名勝負を再放送いたします。さあ近いところだとご覧の試合をお届けしますが、藤島さん、思い出すところありますか、この中で。これあ、まあこれ結果言わない方がいいんですか。いいです、もう分かってますから。あの南アフリカここで土つくんですよね。そうですよね。そしてそこから行くんですね、うん、もう村上さん19年大会まで来ましたね。そうですね。あとこのオーストラリアフィジーは確か札幌でやって、フィジーが先に点取って盛り上がめちゃくちゃ盛り上がる試合です。はい、これ全部面白いです。これそうですね、はい、ぜひご覧ください。そして全48試合ワールドカップ放送配信お楽しみいただけるのは J スポーツだけです。どうぞお楽しみに。開幕した日本最高峰の戦いジャパンラグビーリーグワン 2022-23 シーズンもいよいよファイナル決勝戦を迎えています。
2連覇を狙う埼玉ワイルドナイツ対初の決勝進出のスピアーズ船橋東京ベイです。では前半のハイライトシーン振り返りながら解説のお二人にお話を伺ってまいります。さあこちらが初の決勝進出となりました準決勝で東京サンゴリアスを下し決勝登場のスピアーズ、対するが横浜イーグルスを下し連覇を狙う決勝登場のワイルドナイツ。さあ村上さん立ち上がりからですが、そうですね、このディフェンス裏へのショートキックよく使ってましたねスピアーズが。これでチャンスを作ってたんですけど、ここはねこれを切りそうだったのはすごいんですけども、コロインベト、コロインベト早いここで木田が頭打ったんですがチェックを受けて、ま、元気にまた戻ってきました。これでも惜しかったですよね、ドライね、うん、コロインベトじゃなかったら吹っ飛ばせなかったですね。確かに。でその後ホーリー2つペナルティーゴールを決めます。まあ、村上さんですから常にリードはしていたという。そうですね、で、ワイルドナイツは松田が1本外しているんで、うん、さあここはスピアーズチャンスのシーン、低いのタックルでしたね。低い全試合出場し続けている福井翔太のタックル、ピンチを防ぎました若きリーダーです。そしてこれ松田選手ペナルティーゴールを狙うシーンです。ここで初の王者の得点となりました3対6です。で36分のシーン村上さんここでしたね。ここハイパントすごかったですけどね、高くてこれに木田がプレッシャーかけていたことでペナルティーを取ったんですね、うん、そしてこれがあってペナルティを犯してそこでペナルティーゴールをしっかり決めて前半は9点、9対3で折り返すリードしているのがスピアーズとなりました。そしてこれが前半を通してのスタッツということになります。まあ、確かに村上さんミスだったりペナルティがありましたね王者の方にも。そうですね、それでそこをまあターンオーバーが5回ワイルドナイツしてるってことでこの辺でなんとかしのいでいたというところだったと思いますね。辻島さんいかがですか。ま、なんとなくですけどワイルドナイツが連続攻撃仕掛けたらこのディフェンダーをこう突破する、うんうん、機会はどんどん増える気がしますけどね。その機会がなかったんですね、少なかった。そうミスによって、うん、後半そこが焦点じゃないかなと。なるほど。で下のポゼッション、テリトリーも6割以上スピアーズということになっています。はい、そこは圧倒しましたね。そうでしたね。ただそれでこのスコアっていうのが、うん、まあワイルドナイツらしいといえばらしい。なるほど。まあ前半のミスだったりハンドリングエラー、ペナルティを藤島さんどう修正してくるかですね。そうなんですよね。で藤島さんどうでしたこの2人。いや魅力ありますねお互い、うん、抜き方が違う。一度長田がこうスッと抜けて、まあ、パスミスになりましたけど、はい、あれもいい抜き方だったし、ね、この人はもう元気、うん、まあ、村上さん日本代表考えても楽しみですもんねここは。そうですね、まあ、今季のパフォーマンスからすれば、まあ、この2人とも両方入ってもいいような、うん、まあ、パフォーマンスだと思いますけどね、まあまあ、少なくともスコットには選ぶべき選手かなと思いますよね。で先ほどから空青い空も見えてきました。太陽もこのゲームやっぱりその目にしたいようです。ご覧の空になっています。埼玉ワイルドナイツ対スピアーズ船橋東京ベイ、前半は9対3リードはスピアーズです。まもなく後半が始まろうとしています。
レンジのジャージスピアーズ、6点を追う王者ワイルドナイツのキックオフで今後半40分が始まります。青木がしっかりとキャッチしました。谷口のキック、これまた木田のところか、いいところバウンドしてタッチか、ナイスタッチキックに結果なりました。まあ、敵陣少し入ったところです。さあ藤島さん、後半ですがどんなところを楽しみにしますか。まあ、誰もがワイルドナイツはこのままで終わらないと後半の立ち上がり勝負かけてくる、はい、あるいはもう少しこう進んで最後は最後はやっぱり最後の最後は力を発揮するとみんな思ってますよね、だからこれスピアーズの戦い方が大事なんですよね、反則をしないで敵陣に行く、それだけを考える。デアレンデで村越さん、後半最初にポンって取ってくるのがワイルドナイツでもありますもんね。そうですね、その流れを掴んでいく大事な時間帯に点取ってきますからね。いい感じですね今。まさにいつものワイルドナイツを見せるのか。後半立ち上がり、しかし絡んで取ったのがこの人がいるマルコム・マークス。ということですね、こういうことが大事なんですね、でここゆっくりこう敵陣に入っていく。なるほど。ただちょっと肩が当たった時に相手パタンって倒れました。すごかったですね今ちょっと胸に、ね、恐るべきエネルギーがそこになんかこうボールトラッピングするみたいな形で止めたら相手が倒れてしまった。本当そうですね。 でもワイルドナイツも今のようなことがあっても少しダイレクトに攻めた方がいいですね。前半ちょっと簡単に外にボールも、そしてバックスタンドに近い側がこう太陽かなり強い日差しが照らしています。グラウンドさあ環境的にも最高です。ゆっくりこう本当ですね、夕方に銭湯に歩いてる下駄を鳴らしてさあ最後尾でボールを持っているのが世界最強フッカーマルコム・マークス。ユーズイットの声聞いて、さあ立川キャプテンやっぱりまっすぐ行きます。デアレンデ狙っている、そしてボールハンターボーシェー、来た、二人がかりでした。ボーシェーとデアレンデボーシェー来ますね。やっぱボーシェーとマルコス本当に本当ですねちゃっかりする人たちのまあ、一人で行きましたからね。まあ、やっぱりモールをした後は難しいんですよね。だから、やっぱ押し切れなかったというところでしょうね今。さあ今のでピンチを防いで蹴り返しました、まあ、しかしまだワイルドナイツ陣内ではあります。ボールはワイルドナイツボール。もうワイルドナイツは相手が反則した次のプレーで必ず自分たちが今度いいプレーをする、今日はその流れに乗り切ってないんですけれども、ここまでラインアウトまだなくしたボールはありません。8本すべてキープできていますワイルドナイツ。うおーっとってかかりかかりました。内田デアレンデ、またマークス狙ってる、来たマークス、稲垣が剥がしました。太陽が差し込んでいます。松田のキックすごいプレッシャーでした。落下点少し遠いか。バンデイヒーハー、また高いキック自ら追っていきます。松田ペアなんだ、またフロントですかね。オッケー、あー逆、あー、うん、戻れませんでした。オフサイド、キッカーの前から走ったってことですね。ああ、この前ですよね。あ、もうちょっとね、15メーターの線上のところだ。もうちょっとタッチラインが、うん、そうですね、その前のプレーで蹴った時に、はい、オッケー、ファンデンヒューがキャッチしたキックの時に前から走ってるってことですね、このキッカーの前から走るっていうのはもう厳しく取られるので、レフリー見てなくてもアシスタントレフリーからね結果入りますから、さあ後半の立ち上がりワイルドナイツのこう攻めをしのいで、結果ここでペナルティーゴールのチャンスです。スピアーズ9対3です。昨シーズンリーグワン初年度は
準決勝でワイルドナイツに敗れ、3位決定戦でブレイブルーパス東京を下し3位だったスピアーズ、この決勝にやってくるのはリーグワントップリーグ時代から含めて初めてです。プレーオフ進出は初です。プレーオフ進出、決勝進出が初です。低い弾道のキック、フラッグ上がりました。さあ後半最初の得点はリードしているスピアーズ船橋東京ベイ、リードを広げる12対3です。初の決勝進出のスピアーズ、まあ、後半立ち上がり早々ワイルドナイツの攻撃をしのいで最初に追加点です。今も立川翔がいいチェイスしてましたね。しっかり追ってましたね。 もし外れた時のために短いキック、さあコンテストできそうです。さあ、こういうのを押さだ、ボール拾ったクロッティ、顔出した末永がいる、末永には渡らない、離したかったか。そうですね、やっぱペナルティでしたね。じゃあ青木くんかな、引っ張ってしまってましたね、ボール持ってない選手を。オレンジ4、押さだを青木がこう引っ張っていたシーンです。まあ、この押さだがボールを取ると思って引っ張ったんですけど取らなかったんで、引っ張ったことになっちゃいましたね。大丈夫だよ、タスクのコールドにも全く問題ない。クロティはこれがスピアーズ最後のゲームです。ここはちょっと勝負の分かれ目のような感じしますけどね。これでワイルドナイツはスコア、オッケータッチ出た後ライアンできるか、まあ、すべきそうでしょうね。なるほど、渡せ渡せの野口と、これでゲームの流れを変えていく。まあ、そんなシーズンでもありました。それをこう証明し続けたワイルドナイツ、あれだとこうシンプルですよね。高い人がいるんですよ、まあ、取れれば前でもいいということも多いですね。ワイルドナイツあんまりこう後ろにこう、ここは後ろに走って、ここはマークアボットに合わせてボール出てきます。デアレンデ、うわーもう木田がもう真っ向、福井翔太、内田順目に話します。かぶってくるディフェンス、コロインベテ、まだ走らせていません。スピアーズコロインベテを、うお、末永絡みついてます、足首、どっちに話す、また福井だ、こう畑川、縦のプレーが大事ですね。ワイルドナイツコーネルセン、いやバルアサエリアイ、ピックゴー、ディフェンサーも外れています。タックラーは内田、稲垣、ボタが抱える、押し戻すようにします。後ろ通しました、接近してもう一つ後ろ、ライリー、ここ上がったところで止めました。おお、取りました、たまらず横から倒れ込んで入ってしまったワイルドナイツ、我慢のディフェンスでした。ナンバー8はマクシ、ディフェンスとコンタクトは強いですね、ワイルドナイツとしてあれぐらい下がっても全然こうここからまた崩せるんですけどね。この一撃がやっぱり根塚マキシ、ファウルはマキシです、まあ、去年日本代表のゲーム3試合出場しています。まあ、マキシは決勝戦、大学選手権決勝明治と戦ってますが、その時は秩父宮でのゲームでした。新しい国立を経験している選手はこう控えに藤原選手がいます。さあインパクトプレーが出てきましたね。そろそろ動くか、22番のテアウパシオネがいます。そしてヘル・ウベス、そしてこの人真ん中です、127キロ、オペティ・ヘル、ヘル・ウベ、オペティ・ヘル、そしてテアウパシオネ、3番の北川が退きます、そして青木が退きます、さらにはテアウパシオネは誰との入れ替えでしょうか、13番のクロティとの入れ替えです。オペティヘル先に動いてきましたね。そうですね、そしてヘルウベ先に動いたのは、まあ、チャレンジャーと言っていいでしょう、スピアーズ挑戦者、ここボール取ったのがコーネルセン、内田が裁く、後ろを通す、さあアタック始まります。
デアレンデ、このすり足、わいいタックル、ノットオンさん取った、いきなり127キロ砲すごいタックルでしたね、今砲のようでした。オペティヘリでしたね、今タックルは18番でしたね。そして、堀江来ました、1番のクレイグミラ ー稲垣に代わってクレイグミラー、そして2番フッカーキャプテンの坂手に代わって堀江翔太投入してきます。さあこちらも日本代表2人に代わって日本代表2人が登場です。ドラマを見るかのような後半、堀江投入されます。お客様困ってましたっていう拍手でしょう。村上さん、続いてワイルドナイツが動きました。そうですね、まあ、お互いこのインパクトプレーが出てきて、このスクラムからもう注目ですよね。動かない、手前サイドでした。離したボール飛び込んだ、タックル、オフロードがつながった、根塚柔らかいですね、まあ、去年の新人王、新人賞を獲得しています。前に出ます、谷口がさばく、1人ずつ離していく、キャプテン自分で持っていく、2人目でやれんでさせないのが末永、手前に振り返します。127キロからエリア渡らない、4番のマークアボット、これはチャンスです。蹴らせない、入れ替われそうです。しかしここマックス、おお、マックスは OK でした、マックスは OK 取っていたんですが、その前にアドバンテージ取ってました。これ準決勝からそうですけど、各チームの、このミスした時の反応が早いので、なかなかそのミスとか反則がすぐにはチャンスにならないんですよね。誰か倒れてる、あ、マークスですね、マークスが今治療を終えて戻ります。さあスクラム、まあ、1列の顔ぶれも変わりました。上森、マークス、オペティヘル、クレイグ・ミラー、堀江、アルアサエリアイ、今太陽に照らされていますバックスタンド側です。拍手が上から釣り鉢状の国立競技場を降ってきます。内田、まっすぐ、あー、まあ、待ってました、珍しい、タッチライン際でボールがこう乱れますね。あのワイルドナイツでタッチライン際でものすごくこう完成度の高いプレーをする印象があるんですけど、そこで差をつける。タイムオフ、ラストポーション、ドンメーカーハード、ドンメーカーハードするための、いや、ラインアウトでこう1回ずつハドルを組むなとか、あ、なるほど、最後の警告だって言ってましたね。アウトサイド、前でよ、ラインアウトは苦しんでいる、ここはキープしました、ヘルウベが入っています。この辺押してもいいと思うんですね、もうまさにそのようです。中盤から一つ押し込んで敵陣に入って、この人すごい、今ステップ切ったジャンプしました。で谷口、ここ近場、強い人を縦に入れる、ヘルウベ、谷口、ラーナードボール深く戻して、パスダミーで自分で持っていくわ、幅から入っていきました、ピックゴー、テアウパシオネ、テアウパは7年目、ハイパントキック、さあここ根塚競れそうです、コンテストできそう、野口ナイスキャッチ、フェアキャッチしたようです、いやいや、すぐスタート、うん、キックがこれ流れるが、トーリー、ここは自分で取りに行くしかないところ、どっちがチャンスにするか、うわ、長田ナイスキャッチ、ボール出てきます、コーネルセン、内側ステップ、ピックゴー、バルアサエリアイ、ここは手前ボール見えてます、来た、離したボール、長田狭い間合い強い、倒れません、ボール生かしてきた、ん、時計は53分回っています、ピックゴー、堀江、今度前取った、スピアーズ奪いきれないか、内側に戻します、両プロップ、またボールが暴れて背中越し抱えて、オペティヘル、根塚、ここを抱えたのがクレイグミラー、
ボディが返り飛びましたね。おー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 おお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 手を使ってしまったようです。そうですね、倒れた選手が手を使ってたという反則でしょうね、うん、時計は53分。でも村上さん、まだ後半王者に得点がないんですよね。そうなんですね、あんまチャンスらしいチャンスを作ってないですしね、はい、なんか今日はちょっと当たりもおかしいですね。背中越しに。さあ、スロアが堀江に変わっています。うわー、ヘルで奪った。オペティヘル、ここで初めてワイルドナイツが乱れたが、また奪い返せそうです。あ、また戻った。まあ、目まぐるしく入れ替わります。シーンの中でも両者すごいね、うん、本当ですね、今左手だけで、うん、さあ山沢です。山沢と小山、まあ、実は今季、3月4日戦った時はもう山沢劇場と言ってもいいようなゲームでした、うん、あ、そうでしたね。1人で25点出したんですね、叩き出した。フルハウスでしたね。そうでしたね。松田に代わって山沢、そしてスクラムハーフ内田に代わって小山大輝です。小山、松田に変えましたね、山沢 ね、 そうですね。そっか、2人とも出すシーンも多かったんですけどね、ちょっとやっぱり松田今日調子良くないってことでしょうね、うん、おっとキープしました。パスは乱れますが、ボールはキープできています。55分、うわ、捕まえた。キャプテン立川、ライリーもう一つ行く。立川、すごいな。でもその前ですか、スピアーズにペナルティがあってアドバンテージ見ていたようです。19番、空中の選手にこう仕掛けてしまったようです。ヘルウベ、立川すごかったですが、ボールはワイルドナイツ。代わって登場の山沢拓也です。立川選手はもう1回で終わらないんでね、仕事が。倒したらすぐ立ってまた次のタックル行くんで。中村さん、このキャプテンの背中見てたらそれは頑張りますよね。そうですね。まあ、立川選手、キャプテンは歴史を変える、それを言い続けてきたと話します。しかしここに来て、さあワイルドナイツ後半得点チャンスです。しかしラインアウト、メンバー変わってからちょっと苦しんでいますワイルドナイツ。長いスロー、キープ。さあボーシェのところ、後ろに送られてバール、堀江、ああ落ちた。アシスタントレフリーから今ノックオンあったでしょうか。その前のオフサイド、その前にスペアーズオフサイドがあったようです。オフサイド、ラインアウトのところ何番だっけ。オフサイド、これはスペアーズここ反則気をつけないとね。いや、これ流れを、まあ、うん、変えなきゃいけないところですね。ワイルドナイツ、そうですよね、いつもなら変えるところ、うん、逆にスペアーズここ踏ん張ればというシーンです。ラインアウトで2つオフサイドあるんで気をつけてくださいと浪川レフリーから注意があります。今日はあの TMO 久保さん、久保周平さんで、久保周平さんもね、これで今季で引退されるということでトップレフリーね、うん、あの結構今日は映像でもずっと判定しながら喋ってますよ ね、 そ、 うですね、それであんまり止めないようにしてますよね。さあデアハキャッチしました、ワイルドナイツ。ここで取り切ってワイルドナイツいつものペースに持ち込むか、止めるか、スピアーズモールいいんじゃないですかね、うん、さあまさにモール動き始めました。ボール持っているのが堀江、堀江翔太。さああと2メートル、1メートル超えて抑えたかどうか。トライ手が上がりました。ラインアウト、ボールで取り切った王者ワイルドナイツ。両チーム通じて最初のトライは同点。
地点4点差に迫った王者ワイルドナイツ。抑えたのは堀江です。あ、木島さん、ここで取らなければというところで取りました。まあ、本当にそうですね。こう単なる 今のところ5点ですけども、それ以上の意味のある、ちょっとこの割れた後にスペアーズのディフェンスが戻るのが遅れましたね。で、1人食べてこけちゃったのもあって、うん、立川も行ってるんですが、抑えたのは堀江翔太です。今シーズンは5本目のトライになります。そしてプレスキッカーはこの山沢拓也に代わっています。今季は40分の30、75% というプレースキックで、この人ドロップキックも蹴ります。2つドロップゴールを決めています。さあ、コンバージョンキックを決めました。松田も拍手を送ります。これで10点、その差は2点となりました。決勝戦、戦いはこれからです。これやっぱりまあスピアーズいかにこう冷静にプレーできるかどうかですね。そうですね。ここで焦らず。そうか、村上さん、スピアーズにこう進化問われるんですね。そうですね。ここで自分たちの力、ここ本当はね、インパクトプレーが入っていて、ここから自分たちがテンポ上げていかないといけないところだったんで、うん、さあ、そのスピアーズスクラムハーフ谷口退いて、この新しい国立競技場を知っている藤原しのぶが投入されます。この谷口に代わって藤原登場。まあ、天理大学では立川選手の後輩にも当たります。上森と藤原、まあ、藤原さん、まさにスピアーズですね。これからどう戦うか、うん、まあ、敵陣ですよね、とにかく。さあ、残りが1/4、60分を切りました。残り20分です。まあ、むしろワイルドナイツがこう何か変な反則をしたりミスをしなければもううまく進めていくゲームになる。おお、ここは3人がかり持ってきたが、ボタが必死に食い下がる。そうですね、こうオフサイドのペナルティなども少し多くなっているスピアーズです。さあ、ここでナンバー8のファウラー・マキシがボールを取りました。ここはうわー、このインベテ、堀江が狙ってる。堀江来た、深い位置に立っています。バーナード・ホーリー、これ落下点に野口がいます。これ斜めに走って捕まえた。長いキック、バウンドを3度弾ませました。もう3人待ってますからね、ワイルドナイツが。なかなか蹴ってもチャンスになりそうないですね。野口が蹴り返す。逆にこちら今2人です。おお、いいキック。あー、ちょっと伸びすぎか。インゴールに入りましたね。抑えるしかないか。さあ、ドロップアウトで始めます。ゴールラインドロップアウトです。このゴールラインドロップアウトはやっぱりスピアーズちょっときついですよね。フォワードが戻ってきて、そうですよね、本当はこれを入れないで、ちゃんとタッチで前に行きたかったです。タッチキックでね、しかも今一人倒れてますね。このナンバー8のマキシですね、今倒れて治療を受けています。このゴールドロップアウトのキックの蹴る場所によっては危ないですよね。これ本当スコアできそうな、うん、ブラン・ルディケ就任7シーズン目、まあ、ルディケの撒いた種がこう花開いてここまでやってきました。 あ、ちょっと高かったんじゃないかっていうことですね、このタックルが。あ、そっか、この意味での方がってことです。この意味での反則じゃないかっていうことですね、うん。高いタックルに村上さんこう厳しくなっているというのはもうほんのこのシーズン見てて分かりますね。分かるんで、やっぱそこをしっかりみんなしっかり姿勢低くするということを、ね、やってほしいですけどね、うん、高いタックル受けては危険なんで、はい、立ち上がりました。首を振って戦線に戻ります。パウロ・マクシ、4月で5年目に入りました。日本航空石川高校から天理出身です。
まあ、今のは問題なかったみたいですけど、はい、要するにそのちょっと低くても高いタックルだとの顔がガクンってこうなるんですよね、うん、それがちょっと危ないんですよね。さあこのキック注目しましょ う, う、ね、まあ、難しい位置ですよね。難しい、まあ、ワイルドナイツ極めてチャンスじゃないですかね。これあおうわ木田だ。ああそしてボールはしかしワイルドナイツ来た、入りましたね。山沢持ってますよ。長いパス手を触りましたね。今ボタがパスコース乱れました。抱えるグラウンディングさせないチョークディフェンス、ノックオンだと思ってる。それも同じように、うん、今ノックオンを取っているかもしれません。そうですね、ボタがスピアーズのノックオンのアドバンテージですね。その前の木田ですね。はは。でも中さん木田取りそうなくらい。そうですね、まあ、結果こうなりましたけど普通に蹴るより良かったんですかね、うん、今シーサットリフリーの川原さんとこう、あ、なんか、あ、なんかあったどその後どこ当たってたんですかね、顔にコーナーあたり押さえてましたね。さあこの位置でしかしノックオンがスピアーズにあったのでワイルドナイツボールスクラムです。時計は63分になろうとしています。12対10、リードはスピアーズです。初の決勝進出、オレンジのジャージスピアーズ。安定したスクラムから小山、今は3人走り込んできた。長田だ。まだ引きずる。そして福井、長田と同い年です。福井は高校卒業して社会人。スピアーズはもうね、手で取るターンオーバーしかないですね。うわ、ずっと面で守るよね。で、ここはデアハ。じわじわですが前に出てます。このインベテ。食らいついた、うん、ボール今蹴ってしまったがキープ。マークアボット、トライラインまであと 8m といったところでしょうか。山沢ループのない自分で内側切り込んでいきます。末永のもう足首へのタックル、2人目も狙っている。オペティヘル回り込めと指示する小山、奥に回り込んでいきます。アボット、今度また振り返しそうです。後ろ通した、来た、このインベテビッグタックル見舞いました。今マクシ、さあ反則も犯せないところです。スピアーズは一つ焦点、スピアーズが反則しないこと。どうかな。クレイグミラー、これもいいタックル、2人目も仕返す。トゥパフィナウキープできています。長いパス、さあ反応できるか。木田、長田が内側切り込んで取ってきた。長田すごい、内側に切り込んで取ってきました。抑えたのはルーキー長田智樹です。65分になろうとするところ、さあここでゲームひっくり返しました。王者ワイルドナイツ、山沢からのパスでしたね。が難しかったかな。ちょっとスローダウン、ちょっと内に入ってきたから外れたんですね。パスは問題ないと思ってます。ちょっとこの木取り切りました。第5節ブラックラムズ戦から出場ですが、これで9つ目今季、まあ、その前にゲインしたプレーもありましたけど、長田やっぱセンターの経験があるので、ボールをこう守るのが上手いですよね、うん、絡まれた時はボールを絶対取られない。今のランもその延長線上ですよね。ボールを殺さないっていう、うん、また山沢のパスがいい塩梅のパスなんですよね。塩梅、なるほど、早すぎず遅すぎずの、ついにここで王者がリード。そして難しい角度ですが、司令塔はこの山沢に変わっています。プレースキッカーもそうです。左にそれます。さあしかしついに王者ワイルドナイツがここでリードしました。15対12、しかしそのリードはわずか3点。
佐田のトライでした。ワイルドナイツは2つのトライです。でスピアーズの方はまだトライはありません。プロップが変わります。上森退いて、17番の加藤和樹登場です。村方サニックスから移籍してきた選手、プロップに転向してまだ3年という選手です。私話したことあるけど高校時代3軍だったんですよね。1分も試合出てたから。春日が丘ですね、愛知県の春日が丘から中部大学で村方サニックス経験してチームの一員です。姫野と同級生うおー藤原すごいプレッシャーでもいいタッチ、クイックはありません。しっかりキックここまで飛ばしました山沢です。そうですね、で野口とこのイベントのチェイスも良かったし、ちょっと今クイックでいけなかったですね。疲労の蓄積してるに違いないスピアーズからしたら厳しいんですけど、はい、やっぱりなんかビッグなプレー欲しいですね。ビッグゲイン、ビッグタックル、反応してますがキープできました。藤原忍のパスアウトです。オペティヘル、足でボールかき出します。スクラムハーフの藤原の位置でキック、さあ落下点、ハイボールキャッチは野口、さすがパントにね、2人でチェイスしてここで後ろにいたのが良かったですね。でしっかり、まあ、あのタッチライン際で2人で、ね、チェイスするのはもう分かっていて、はい、その 2人がしっかりチェイスしてボールをキープして、最後の縦側でこのキックのコントロールがどうかと思ったらもうピンポイントでいきましたね。コントロールさえ良ければトライというところで、おールディキがもう思わずガッツポーズ最後のこういわゆるキックパス、はい、あれはやっぱりワイルドナイツのチームに対しては有効というか、うん、普通に攻めてもディフェンス強いんで、なるほど、もうディフェンスラインに飛び越すようなプレー、はい、オールクリア、オールクリア、今も映像ちょっと一応確認してオールクリアということですね、うん、はい、いやーこれ本当にルーキー同士のなんか対決が面白いですね。そうですね、ロビー・ディンさんはリップサービスじゃなかったかもしれない。そうなんですね、もう勝ってたのかな長田がトライして、これで長田の勝ちかと思ったら、うん、すぐ取り返しましたね、ルーキー同士でね、やり合ってますね。私もメディアを盛り上げるためかなと思ったんですけど本当ですかこれは左に引っ掛けました、まあ、しかしリードは入れ替わって再びスピアーズ17対15、2点リードします。これはもうこのキックオフ、これ大事、はい、大事です。うわーミスした。さあワイルドナイツにまたチャンスが来ます。もうどこで見たそうですよ ね、 ね、これなんですよね、トライの後のキックオフが本当に大事だって、今季何回もいろんなチームが経験している、まあ、イーグルスもそれでねワイルドナイツに負けましたし、レッドオン、さすがに座っていられません。キャプテンはじめ若きリーダー、こちらも福井翔太、さあまずはラインアウト、堀江一つロストしています。ここでやれ、レアハ、ボール入ったスピアーズだった、マークスに入った、今楕円球がポンとスピアーズ側に跳ねました。
そしてこの後はキックでまだゲームは続きます。間に落とすか、ノーバウンドで素晴らしいフィールディング、野口に渡ります。野口ハイパント自ら追っていくか。ここ追う選手はいません。足を取られました。まずはキャッチしてからホーリー、まあ、間違った判断をしないことですね、うん、転がしたボール、残りが8分です、うん、ライン際また木田を使ってくる。木田と長田押した。今度は木田でも長田がうまく外した。スピンをかけながらやり過ごしました。しかしここ藤原手入れてます。ということはここでワイルドナイツいいプレーするかもしれないですねこれ、流れからすると堀江、もうコロインベテが不気味なところにいますね。切りましたか。これはノーバウンドでキャッチできそうです。また蹴り返せそうです。低い弾道タッチに入ってきた。ワンバウンド、狙った。ピンポイントでは、ワイルドナイツボールですか。ああ戻したボールですか。そうですね、あのハーフウェイラインの後ろに戻したっていうことですね。ボール最初からそこにいなかったら、あったボールじゃないっていうことですね。まあ、自陣が一旦戻したボールだったのでそれは50-22にはなりませんので、ワイルドナイツボール。タッチがあったってことですね。乱れた。また入りました、スティアーズに。しかしボールはこれも大きいですね、この今の反則。今のはいいんじゃないかなっていう感じでしたね、うん、これはこれはワイルドナイス助かった今ですね、小山が出血、顔面から出血があります。スクラムハーフの小山、うわ、まあ、倒れて動いちゃいけないんですけどね。倒れたらすぐボール離さないといけないんですけど、今のは自分でこけたのかなという気もしましたので。ロビー・ディーンズ監督、金沢コーチ、ホラニコーチ、そしてユ・ヨンナムコーチの顔もあります。まあ、今シーズン15節こそ静岡ブルーレブズの前に敗れました。それ4年4ヶ月ぶりの黒星。しかし今シーズン振り返ると何度も危ない場面、最後勝っていたのが、勝ち切ったのがワイルドナイツでした。ここは出血で一時的に退いて、また内田が戻ってくると思われます。そのようですね。これすごかったですね。これで倒れず、うん、力をこう反らしてますよね。吸収してるというか、はい。やり合ってますね。同じぐらいですね、2人ともディフェンストパーも3回ずつ で、 そうですよ、ね、さあここは一旦ピンチ脱出しました。青いジャージ王者のワイルドナイツです。そして時計は残り6分になります。ワイルドナイツも取れるところで取るじゃないですかね、ここ、うん、取ればいい。おお、また競ってきた。これノックオンですね。しかし、反則が2つつけた。相手側にこうクロスして飛んでしまいました。この反則痛い、はい、これも痛い。これはワイルドナイツ来ましたね、来た。2つ続けてきたんで、そうなんですね。ではまず確実に入ってきます。10メートル少し入ってくる。まっすぐ上げて、まっすぐ戻すだけで、でも真ん中を取っちゃってるよ。まあ、でもラインアウト自体はちょっとこう不安定になっている終盤です。ワイルドナイツ反則をせずにスペアーズは競れるかどうか。ここ競ってきませんでした。着地の瞬間つく止めます。さあモール組んですぐ離した。山沢ループしてもらえそう。いやさあ崩しかける。来た、コロインベテに対して前詰めましたね。ペアウパシオルでした。ここ野口ディフェンス入ってません。青いジャージは壁を作っています。ボータ、内田、山沢、ロスターボール、ノックバックでした。これが入りますね。チャンスですね。これボーシェ、ナボット、奪えるか。
奪えそう、マークス、いやいや出てきた、ノールックで離したボール、デアレンデ、そして長田からこのインペテ、またパスが渡らない、このインペテから野口へのパスがキャッチできず、タッチへ、マキシですかね、よく戻った今。残りが4分そのままラインアウトでマキシが、ね、よく戻ってきた、このマキシを感じたんでちょっとパスがね、今観客数が発表になりました、41,794人、昨シーズン初年度の決勝戦は33,604人でした、大きく上回った観客、41,000人超えています。さあそして時間が残り4分切っています、17-15、2点リードはこちら初の決勝進出のスピアーズ、初めて見る景色、そしてそのまま頂点まで駆け上るのか、オレンジアーミーたちも後押しをします。今しかし長身のボタがちょっと足を痛めましたね、こういうのもあやになりますよこれ。出血の治療を終えてスクラムハーフ小山戻っています。非常にもうワイルドアイツ早く構えてる、そのラインアウト、そうですね、投げにくい感じになってると思います、そうですね、ここも勝負、マークスのスロー、自陣です、大事なスロー、うわー競ってきたがキープしました、マキシでした、ナンバー8マキシさあ2点リードしています、うわーこのキックを使ってきたところ、これはこのチェイスとの勝負、長田、野口、アタッカーが勝てそうなチェイス、ちょっと足取られなかった、低いタックル、うお出血の治療を終えた小山、デアハー、さあ残り3分を切りました、反応場しかないですね、これもスピアーズ、うわーっと足を取られた山沢、そこに向かってタックル加藤和樹、ボールまた出てきます、福井翔太、ハーフウェイです、しかしボールを支配しているのが、今キープしているのがワイルドナイツ王者です、2点を追うチーム、次何かしら得点さえ入れば2連覇になる、しかし追うのが王者ワイルドナイツ、後ろに戻す、また乱れます、根塚この反則しないことですね、そうですね、無理にいかない方がいいですよね、もう下げたんだから、ボールさえ持っていれば劇的な逆転劇、何度もあるか、ノックオンが生まれた、さあ残りが間もなく2分になるところです、ワイルドナイツにノックオン、スピアーズのボールになりました、マークスが倒れましたねこれ、ああそうですか、スクラムを考えるとちょっとこう、村上さん2分ですね、これまあ3あ2点差だからワンチャンスでね、もちろん逆転あるし、この、まあ、スピアーズが勝つならこのエリアをこのままこの辺り中盤で戦い続けられるかどうかですね、はい、でワイルドナイツはもうちょっとでも相手に入っていけば山田さんのドロップゴールもあるし、確かにいろんなやり方があるので、埼玉ワイルドナイツ第6節のイーグルス戦、実は79分にバルアサエリアイのトライで同点に追いついて松田のコンバージョンで逆転した、そんな戦いも経験しています。立ち上がりましたねマークス、これまずスクラムですね、なかなか考え方難しいですね、はい、さあ、まあ、スクラムで揉んでこく時間が経つのがスピアーズとしては、しかし自分の方に反則が来る可能性もあるんです、無敵の野口軍団、今季も決勝までやってきました、しかし残り時間は2分を切ったところでリードを許しています、リードしているのは初の決勝進出オレンジのスピアーズ、壁があるだから行く、そんな言葉もあります、スピアーズこの低みな一つジャッジですね、ちょっとワイルドナイツはこれもったいないですよね、入っていきたいですね、お互いエルボー上げます、エルボーアップです、まあ、フロントローも変わってるんでやはりこう早く出した方がいいですよね、ボール、もう一度クロティ、上森が肩を組んでいます、歴史を変える、そう言い続けてここまで来ました、そう話したのが
スピアーズの12番キャプテン立川です。さあスクラムに注目しましょう。そして2点差、そして残る時間1分。おー、うわー、青いジャージが迫り来る。入れ替わるようにマックスからホーリーキープできています。ファンデンヒーファー、あーさ、難しい時間ですね。そうですねまだフォワードキープでは時間があるか、長いか。うわ、しかしキープでないようです。ヘルメここにでもやっぱ強い選手が何人もいるスピアーズとしては、そうですね、ゆっくり当たってまあボールを守ってるんですけど、はい、残りが30秒を切っています。オレンジアービーと共に戦い続けます。今季2位、そして初の決勝進出。一気に頂点まで行くか、手が伸びているがどうか。上からクロールしながら、これはオフサイド、ユーブ倒れています。また手が上がるか。残りが5秒になりました。さあ初の決勝進出で一気に頂点へ、その景色が見えてきた、見えてきた、音が聞こえる。そして蹴り出すのはアダム・ホーリー。今ホイッスルが鳴らされました。悲願達成です。クボタスピアーズ船橋東京ベイ、1978年、ついに日本一になりました。オレンジ軍団、オレンジの旋風が国立に吹き荒れます。野武士軍団の青い壁、鎧を貫きました。なんと決勝で絶対王者を下しましたスピアーズ、大仕事をやってのけました。村上浩二さん、いや僕ね、今勝った瞬間に立川選手が冷静な顔でなめくアレフリーダッチしたところを見て